時を超えた旅人、過ぎ去りし時を求めて再び世界を救う旅に出た勇者に贈られる称号。過去に戻ってきたってことね、これ。場所は？あ、聖地ラムダ。これ過去戻ってきてんの？本当に過去戻ることができたのか？聖地ラムダの様子を探ろう。ちょっと、そんな感じは全くし、いや、してるわな。街がボロボロじゃないもん。おう。ね？さっきまでいた現代ならば、燃えてたりしてましたから。でね、なんか、燃えてる岩とかもたくさん街は落ちてましたよね。それがないので、戻ってきてんじゃないかな。うん、平和そのものだ。今はね。間違いなく戻ってきてるよ、過去に。ああ、あったね。さあ、じゃあ戻ってきたということは当然ベロニカもまだ生きてるってことだもんね。そのために今ここ戻ってきてるんだから。救出するためにね。そう、大聖堂。ああ、そういうイベントもね、ありましたね。長老の元に行って。まあそこから命の大樹の元に行くわけですが。はあ、やっぱ戻ってきてる。てか勇者物騒な武器つけてんな、お前。これなんだ？魔王の剣か、両手剣だ。こんなもん背負ってたら悪魔の子呼ばれるぞ、お前ね。で、レベルとかはそのまんまだね。42レベルですから。まあ、この辺もね、ほんでアイテムも持ってきこれてますから、別に変わりがないというかね。あははは、そらみんな突っ込むわな。まがまがしくて凶悪だけ。だってこれ絶対魔王が持ってるやつですもん、ビジュアル的にもね。勇者が持ってていい武器ではないよ。さあ、大聖堂はここになるね。こんな武器持ってお前仲間たちに再会したら、なんか言われるぜ。お前何者だみたいなんね。絶対勇者が持ってていい武器じゃねえもん。いきなり突っ込まれたもんね。お、ベロニカだ。ベロニカにも突っ込まれたよ。そらこんだけ今まで背負ってなかったんだからね。いや、そら泣きそうにもなるでしょうね。プレイヤーも泣きそうだもん。久々に見たわ。お、一同集結だね。あ、セイニアはまだ髪切ってない。まあ当然ですよね。切ってるはずがないですから。もともとあの髪型でしたから。髪も突っ込む。悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。そらね、こいつが世界を滅ぼしそうな雰囲気あるもんね。こんな剣持ってたら。ああ、はいはいはい、あの山頂に三つのオーブを捧げるところまで戻ってきたんだね。だから命の大、大樹行く前の話だね、これはね。ただそこに行けば確かね、魔王が来ますから、ウルノーガが。そこで皆がやられ、でベロニカもが救出してくれるんだよね。みんな助けてくれる。まあベロニカ自身を犠牲にしてね。そういう展開でしたから、過去に戻ってきたというのは当然それをね、なんていうのかな、また起きさせちゃダメだから戻ってきたんだからね。どうやって救うのかっていうのはめっちゃ気になるけどね。普通に倒すのかな、ウルノーガを。いや、勇者も力つけてますから倒せるんじゃないかな。あ、でレベルとかもあれなんだね。あ、まあ当然ですけど全部戻ってるわ。そりゃそうでしょ、勇者だけだからね。現代から来たのはあとは全部過去ですから。30レベル固定やね。まあ、ロートマルティナに関しては31ですけども、これスキルとかもどうなの。スキルパネルもおそらくこの
ここに来た時のまんま戻ってますね。習得してる数も。さあ、始祖の森にやってきたよ。まあ、やることは同じですね。また天空の祭壇のとこに行って、まあ、オーブを捧げる。前にやってますからね。問題はやっぱそこからだよね。で、前は確かこの祭壇近くのキャンプ場で休んだのよ。今回もそうかな。ぽいね。まあ、一度見たムービーですけど、もう一度見ていきましょう。さあ、前見たムービーと変わりはなかったですね。同じですね。はい、到着。主人公も大変だろうね。もうこの展開知ってんのね。リアクション取らないとダメっていう。ああいうことになるの分かってたけど、今ムービー中リアクション取ってたよね。面白いな。さあ、命の体重やってきましたよ。ね、最初ここをプレイした時は、こっからもうね、魔王を倒して、平和な、ね、ハッピーエンドで終わっていくんだろうと。誰も犠牲者なんて出ないんだろうと思ってた俺。見事に違いましたよ。ここでちょっと悲しいことになってしまい、いろいろ犠牲も出たわけですが、
さ過去に戻ってきて、また再びね同じようなことが起こるのか、それともまあそれを止めるために勇者が今ここに来てるからね。うん、売るのが必ず来ますから、前と同じで。あ、来ましたよ。ここから全てが始まるからね、売るのがもう出てくるでしょこの後。今ちょっと気になるセリフだったね。シルビアじゃねえや、マルティナとカミューロね。ホメロスだ。わー、対決来ましたよ。ただ今までとは展開が違うね。うん、この時みんなちょっとやられかけるんだけどね。ほんでこれ戦いにも前回なったのよ。ただその時はダメージが通らなかった、負けイベントみたいなもんだったんだけどね。今回は違うでしょうね、しっかりと通るはずだ。まず勇者ピーマンだよ。いきなり行こうか、渾身切りだ。イエス。これ、あら、しかし攻撃弾かれた。え、たまたま、それともまた同じような感じ？え？え、今のたまたまだよね。そう思いましょう。普通に攻撃。やっぱりね、食らわない。ちょっとバイキルとしとく。たまたまおそらく勇者の攻撃が弾かれたと思いましょう。じゃないとおかしいわ。じゃないとおかしいと思います。心力も下げよう。あの剣持ってる勇者しかおそらくダメージ与えれないと思うんだね。ドルモー、わーお、めっちゃ食らうやん。あれ、普通に勇者た、え、これ普通の戦闘なの？ね、勇者ぐらい、勇者しかちょっと無理だけどね。1000年だぞ。まあ、とりあえず防御でもしといたらいいんじゃないか。多分攻撃入らないし、普通に攻撃。ああ、入った入った入った、いいぞいいぞいいぞ、いいダメージだね。もう一回ルカナ、いやいやいや、下がったね。あ、これちょっと勇者単独で倒さないとダメっていう感じだね。勇者さえ生きてればいいんだよ。だ、その勇者がちょっとピンチっていうね。防御防御、あんたのできることは何もねえんだよ。おい、ゾーン状態も来たよ。なんかできるかな、何もできない。渾身切り、もう一回。えい、スイーダメージだ、素晴らしいね。だから勇者がやられないように、戦にだったりローだったりで回復をしっかりとしてね。
来るときはザオラルとか持ってないでしょ。あ、ザオラルローは持ってんのか。まあね、現代だとザオリク持ってましたけどね、それもないので今は。あ、ザオリク持ってたのはセニアですけどね。まあもうとりあえずやられないように、魔法簡単でもしとったらいいんじゃないかな、勇者にね。あー、これもあるんだ、うっとうしいな。だホメルさ、個人的にね、最初に戦った時、あのな、町のところ、あの時は一番強かったね。うん、魔王城で戦った時のホメロス、クソ弱かったもん。え、これで終わりかいっていう終わりあまりにも弱すぎて、第2形態あんじゃないのこれっていう感じだったからね。俺だから倒したことまだ傷がついてなかったもん、うん、絶対第2形態あるもんだと思って。ベホニー勇者介護タイムだよ今はね。おう、勇者の守備力も上げておいた方が良さそうだね。闇のバリアがほぼ、あー分かった、これ闇のバリアなくなった、普通のあれだね、あの仲間たちでも攻撃できるようになるってことか。じゃあね、勇者で切るんだ、切ればなくなるはずだ、今気がついた。これなくなったね、はいはいはい、これであのもう攻撃して大丈夫だ。傷がつかなかったわ、もう攻撃しましょう。ほらね、はーい、したこれでございます。でどうしようかな、もう一回守備力下げようか。んでセーニャではまた回復、まああとはマルティナとねピーマンでひたすら攻撃すればいい。でこれで終わりかな、本心切り終われ、はい終わった、終了、よえーす。ちげえんだ、勇者が強えんだ、そらそうでしょ、魔王倒してるんだな。おう、マルティナレベルアップ、おい、カミーもレベルアップ、いいね、シルビアもレベルアップ。この時のグレイがまだ敵だからね。わお、
がまだこいつのな、デルカダール王の中にいるんじゃないの？ねえ、これ取っちゃまずくない？またね。てかホメロス救いなくさすぎじゃね？ねえ、あっちの世界でも倒され、こっちの世界ではデルカダール王にやられ、まあ、かわいそすぎるわ。いや、あんたの中にいるんじゃないの？出てくるでしょ、これ多分ね。入っていいの？ちょっとようわからんと入りますよ。結局ウルノが出てこなかったね、うん、まあでもね、もともとやってたやつとは全然変わってましたね。ホメロスでここで追って倒すなんてもなかったし、まあ、そもそも勇者側が倒される方でしたからね。でベロニカもやられることはなかったので、これでいいのかと言われたらそうじゃない。だってデルカダール王の中にいるんだもんね、操ってるんだもんね。ただデルカダール王がなんか剣に触ろうとしたらなんかね、出てきましたけど、いろいろ気になる展開が続くね。とりあえずデルカダール城に来いっつってたんでね、もう宴しましょう。酒飲んで肉食ってね、ワンピース並みに騒ごうぜ。のんきだな勇者ね。いいんだよ、騒ぐ時に騒ぐ、それが人間のあり方だからね。さあデルカダール城へ来たよ。てかめちゃくちゃ久しぶりだねこれね。もうまともに来たのなんて最初じゃないですか。うん、カミーと一緒にここ潜入した時くらい、あれが最後だよ確か。それ以来ってことになるわ。はぁ、久しぶりも久しぶりだわ。確かここにね、カミューのね、あれが住んでる。こいつか、デクだ。こんなキャラだったっけ。覚えてねえや。おお、エマとお母さんだ。いや、知ってるよ。
言わなくてもね。お前ら前と全然違えじゃねえか、許さねえからな、雑に扱いやがって。何お前も楽しんでんだよ。そしてその夜、何かが起こるんでしょうね。こんなね、簡単にハッピーエンドとはいきませんよ。おわ、みんな楽しんでるわ。これ誰だこのおっさん。関係ねえやつかい。お母さんはいるわ、エマはいないんだね。全然響かねえよ、飲みながら食いながらね、喋ってるんだから。あ、なんかしてる。踊ってるね。シルビア、いつでもどこでも踊ってんな。エマもいるじゃないですか、ここね。今何言おうとしたんだよ。気になるわ、そこでやめんなよ。お、セイン。いや、当たり前だよ。そんなこ、ね、言わなくても、こっちからお願いするとこだったわ。坂はね、ちょっと気になるね、ワードだったり出てきてんだよね。昔から昔からっていうのが。記憶があるわけでは当然ないですけどね。あのセリフっていうのも、あの1回目のムービー見た時と変わってないからね。マルティナとね、カミーも言ってましたよね。なんか昔に来たことがあるっていうの。あれが伏線になってたってことか。1回目見た時はね、昔に来たことがあるって言っても何のことかピンとこなかったけどね。2回目の今聞いたらね、あ、そういうことなのかっていうことになるよね。あははは、ルキだ。めっちゃ吠えとるやん。こいつ何したんだよ。王様の部屋に向かって吠えているんだ。やかましくてしょうがないよ。いや、ルキはじゃあ気づいてるってことかな。王様の部屋これだね。しゃあ、まあ、とりあえずね、キャラクターの話も聞きましたし、夜は遅いですし、寝ましょ。ただちょっとデルカダーローが怪しい感じだけどね。ルーキーも吠えてたしね。わーお、ついに姿を現したな。
わーお、ここで対決来ちゃいますか。てかこの携帯のウルノーガと戦うの初めてじゃね。だよね、この携帯とは戦わなかったもんね。なんかもうムキムキになってましたもん、ラスボスの時は。原型とどめてなかったもんね。これ初めてだな。パーティーは、これでいいかな。これ実質5人パーティーになるんだね。うん。いますから。グレイグがね。まあ、グレイグは操作はできんけど。連携ゴスペルソード。おお、いきなりいい技使えるじゃないですか。ただ、これね、MP と体力も回復するやつなんで、今使わなくていいかな。まあ、とりあえずシンプルに攻撃で OK でしょう。片手剣に戻ってますからね。あ、そういや、盾装備してねえや。オーマイガー、わー、これちょっと待って、もう後からできないわな。あー、ノー。まあいいや、リンデの盾ありますから。これ装備するわ。え、使う。呪文耐性が少しあるけど、なんだ使う。あれ、いや、装備してほしいんだけど。え、で、杖が現れた。わっ、え、あの、杖って何ですか。これ、待って、お前、杖。杖で、これ杖もまたそれぞれ意志があって攻撃してくるパターンのやつじゃないですか。だよね。かーもう この手の敵はもう本体狙いに行った方がいいね。あ、変に横にいるやつ攻撃しても時間かかるだけだから。あ、時間かかるし、どうせ倒しても復活するの目に見えてるしね。あ、もうそれ分かってるんだ。うわー、ウルノーガの種目下げられない。さあ、ベロニカゾーン状態なんか使える？おお、超暴走魔法陣だってよ。なんかいいの使えるが、ここはね、まず勇者の攻撃力を上げておこう。盾を装備し忘れているという、ボンミスをしてしまったけどね。うん、あ、仁王立ち。あ、いいな、この技ね。すべての攻撃は、これ、あの、グレイ軍入るパターンのやつですから。で、杖も杖でそれぞれに石があって攻撃してくるね。面倒だよ。やっぱこれ杖倒した方がいいかも。考えるとね。はあ、で、ウルノーガ自体も強いじゃねえか、お前。物理がね。魔導士っつってんだから魔法使ってこいよ。まあ、今だと全部グレイが入りますから別にいいんですけどもね。さあ、攻撃していこう。超暴走魔法陣、ゴスペルソード。どうしようかな、連携技使ってみようか。うん、ウルノーガ本体ね。おーし。ただね、回復は意味がないからね。ダメージ自体は結構入ったわ。さあ、もうこれウルノーガ狙いで徹底的。もう杖ちょっと面倒だからそこは無視だな。でね、これやっぱ相手魔法とかかなり使ってくるんで、マジックバリア、仲間全員のね、敵攻撃呪文の防ぐバリア、耐性上げるやつだね。やっておきましょう。じゃないときついんだ。で、ルカニで、ウルノーガとりあえず下げろ。わー、おじいちゃんここに来て外しまくりじゃないっすか。勘弁してくださいよ、あなたね。ほらほらほら、呪文めっちゃ使ってくるよ、これ。やっぱ体勢上げて正解でしたね。もう一段階上げれるんで、もう一段階上げていくのかな。わっ、回復や復活の効果が反転するようになった。え、ってことは回復できないってこと。え、なんやねんそれ。は？は？何これ、霧の効果がチート級なんですけど。いや、どう考えてもおかしいよね、これ。え、マジで？回復したらダメージ受けるってことよ。反転してんだから。は？え、何？回復と復活だよね。この二つが反転状態に今入ってる。いや、こんなん無理ですやん。はは、なんだよ、これ。宝山やろう。それ杖も倒そう。それやばくないですか、回復できないっていうの。切りなくなるまではもう仕方がないね、そうなってるのは。マジックバリアだ。よっしゃ、これでだいぶ上がったわ。めちゃくちゃ強いぞ。だとしたらこいつね、魔法カンター、仲間一人跳ね返す。ベロニカね、やっぱ体力低いんで攻撃呪文を跳ね返せ。うん、おいっす。で、グレイグの方に、これでダメージが入りますから。グレイグには申し訳ないけどね、ちょっと壁になってもらわないと。数もかなり多いんだけどね。わーお、勇者混乱したよ、お前。で、これ、孫カンタ全員にやっておいた方がいいよな。じゃないときついぞ。
とりあえずまずこの霧が晴れてくれること、早く晴れることを祈りましょう。で、勇者が混乱しとるからね、どうすればいいのかわからない。いや、そこはわかるよ。で、ちょっと待って、ツッコミ入れるためね、一回ベロニカ外してシルビア戦闘出すわ。シルビア魔法耐性上げてないからね、うん、大変だよ。ムーンサルトで、はい、こういう感じで、イエス。で、もう一回魔法カンタ、で、シルビアンやっとこう。イエスさ。いいぞ、跳ね返せ、跳ね返せ。ほう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 。やって正解だわ、これね。こういう時にシルビア狙いで来いよ。ここで勇者狙うんかい。ノーマイガー、そんな食らわないわ。あ、我に返った。あー、だったらシルビア出さなくてよかったな。出す必要なかった。まあいいか、とりあえず今攻撃しかできないの。まずいな、この状態。はよ霧なくなるや。今2ターン経ってるけどまだなくなってない。いつなくなんねん。回復できないのはマジで辛すぎるぞ。自然回復ですらもダメージ受けてるよね。今ピーマンとマルティナ MP と HP 回復するやつつけてますが、それ毎ターンダメージ受けてるってことだもんね。辛すぎんだろ、いくらなんでもよ。あ、見返し率大幅上げる。これ自分だけなんだよな、上げるのね。どうしようかな。なんかねえかな、いいのがね。ザメハ、バイシオン、勇者ピーマンにしとこう。で、魔法カンタ、これも勇者ピーマン。とりあえず一番レベル高いからね、やられたら大変だよ。おっしゃ、ありがとう。またスクルトか。魔法カンタした敵は狙わないっていうね、気づいてるからね。ほら、弾き返しちゃういーす。今シルビアとマルティナやってるんでね。あー、じゃない、ピーマンやってるんだよ。全体技はこっちからしたらありがたいよ。さあ、もう一回ハオザン行こうかな。てか、霧なくならねえ、マジで。いつなくなんだよ、これ。いてつかと、わーお。特殊効果全部かき消された。もうそんなんなしだろ、お前。回復もできねえよ、お前。それもなくしてくる。どんだけうざい敵やねん。勇者変えるわ。やられそうなんですね。いや、マジでこれ強すぎねえか。杖はもうそろそろ倒せそうだね。うん。いや、ほんと、霧いつ溶けんのよ、ほんと、マジな話。マジな話を今してるんだけどね。全然溶けそうにないんですけど。どうしようかな、これね。バギンは、ルノーが。55、そんな当たらんな。また魔法カンターしてだな。とりあえず、ローは回復役なんでね。ローせいには勇者やられると、この戦いはきついから。ちょっと待て、はよ、この霧の効果マジで切れてくれ。あー、魔法カンタしてるから通常攻撃できたよ。こいつ立ち悪いな。え、ほんと、え、霧はいつ晴れるの？無限に続いてね。いや、マジな話、終わりなくない？これ終わんのかな。あれ、もう売るのがもうそろそろ倒せそうだよ。ちょっと待って、先もう杖倒しとこう。売るのが。の杖、はい。んで、ムーンサルト。全体技で杖やって、個人技ではっていう感じでやればいいんじゃないかな。売るのがを狙うっていうね。マルティナ、はい。とりあえず、ローとマルティナには入らんぞ。魔法のダメージはね。あー、ようやく晴れたわ。これで回復ができる。ようやくね。クソ長かった。はい、回復しないとね。ちょっとやばいわ。嘘だろお前、もうこんなのなしじゃん。何してんねんこいつ。腹立つわ。もうふざけたことしてんじゃねえぞお前。こんな無理
やん、何回も使ってこられたらね。回復またできないよこれで。いやもうひたすら俺の方がもう倒すしかないわ、それしかない。回復はできないんだから、また切りやられたんだから。なんやねんそれ、腹立つわ。もうてか杖早よ、いけ、うっとうしい。邪魔でしゃあねえわ。あ、杖一本倒したね。よし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 、一本は倒した。さあさあさあ次、魔法カンタどうしようかな。シルビアやっとこうか。あー、仁王立ちよかった。これでグレイグの方に全て攻撃して入るからね。これやってくれてるうちはね、やっぱプレイヤーの方のダメージは入らないのでありがたいんだわ。寝るわけないけどちょっとやってみるか。寝るわけないね。よし、いいぞ。魔法捨て、これやるとね魔法攻撃が食らわないんだよね。でここでゾーン状態も来るし、グレイグに魔法カンタってできないのかな。やったら相当なダメージちょっと相手入りそうだけどね。さゾーン状態になるのはいいんだが、ちょっとね連携技は何もできないからな。とりあえず攻撃バイシオンしとこうかな。マルティナンね。あー、ローとマルティナだと連携できる、置いても元気っていうのがね。ただねこれ今やるか、今やってもねウルノーガに魔法のダメージ与えれないんで、魔法捨てのせいで今やらなくていいんだよね。さあ魔法ガンダとりあえず全員にやりましょう。グレイグにはやることはできないね、操作キャラクターじゃないので。うん、これで全員に魔法カンタがついたわ。ただそういう時に限ってこいつがねあれするっていう。何やねんそれ。もうええわ、ウルノーガね。グレイグにもだから魔法カンタできてた、ほんとそれだけで敵倒せそうな感じだけどね。ああ、通常攻撃、これが危険なんだよ。魔法カンタしてるから魔法は入らない。しかしだね、通常攻撃できたら大変なんだ。でまた凍てつく波動やってくるし、お前鬱陶しすぎんだろマジでよ。はよ行けや、てかはよこの霧晴れろや。じゃないと対決にならねえ、ほんといつまで続くねんこれ。マジで辛いですだわ。いやお前違うよ、ここでまた一心に受けてくれないと自分でね。仁王立ちしろやん。あ、切り晴れたかな、なくなったね。よしよしよし、今がチャンス、頼むからまた使ってくんなよお前。うわー、杖増えた。オーマイガー、ちょっと待って、ここはもう回復だ。勇者ピーマン出しますわ。あ、全員回復でいきたいからね、今回復しないといつやるか、まさに今なんですよ。よしで、ちょっとあー条約層使おうかしら。ハッスルダンスがあればハッスルダンス使いたいんだけどね。いいぞいいぞいいぞ、少しでも回復しとこう。ほんでベホマラ、よしよしよし、いいぞ。頼むからほんとあの霧なしね、もう次ね、あれなしにしようぜ。いい加減に、毎回やってきてるけどね、霧が晴れた次にまた霧するからね。もう一回回復したいね個人的には、 HP が低いからね。よし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 、霧使ってこなかったね。ウルノーガ2ターン1回2回攻撃してくるから。あ、杖何本か、3本あんの杖。え、今気づいたんだけど、あ、2本だよね、びっくりした。なわけないわな。じゃあ覇王剤、いやー回復の方がいいか。どうしようかな、セイニア出しとこうか。シルビア書いてね、セイニア君に決めた。ここはやっぱね、いろいろと回復とかして状況を整えた方がいいと思う。まあ、だから勇者も普通に攻撃で覇王剤ね。はい、行ってどうぞ。まあ、もうそろそろ倒せるんだからね、もうそろそろ。はよ行け、ほんとお前鬱陶しい敵だわ。お前この形態の方が一番強いじゃねえか。いいぞ、もう一回ベホマラ。
よし、ほぼ全開できたね。うわー、もうまたやないか。これも対決ならねえよ、ほんとに。ふざけんな、もう倒すしかないわ。あー、もうこれだったらあいつを倒すしかない。もう倒すか倒されるかだよ。二択だ、これはね。うん。パーティー入れ替える。もう、セーニャ引っ込めて、ベロニカ。うん。君に決めた。もう攻撃あるのみなんでね。あとは火力でゴリゴリ押していくよ。はやぶさ切り。倒したか？いや、まだか。いや、でももうそろそろ倒せるはずなんだが。終わった？よーし、終わったー。公式チート野郎を倒してやったわ。魔導士ウルノーが、こいつがラスボスなら俺はどうやらまだクリアできてなかったね。ああ。よかった。この携帯がラスボスじゃなくて、クソ強かった。あれ、携帯変えた後の方が弱いもん。はははは。いや、これがずりんねえ、この霧がね、マジで。チート級ですよ。プレイヤーがこれ使ったら何の苦もなくね、このゲームをクリアできると思うわ。さあ、ロー何覚える？あ、ラリホーマね。神もレベルアップ。そらみんなレベルアップしますわ。莫大な経験値が入ったからね。いやー、強かったわー。強かったというか、ずるいというかね。まあ、でも決着がつきましたよ、ここで。え？いやいや、でもなんか気になること言ってたよね。時を遡ってきたのはお前だけじゃないぞ、みたいなね。君な感じじゃないっすか。なんなんださっきからあれ。で、エマがいるよ。うん。いや、会いに行きますよ。びっくりした。なんでそこにおんねん。なんかいろいろいるんですけど。てか、ウルノーガってそう考えたらすごいね。ねえ、国民に気づかれないようにやってたってことでしょ？すごくない？あんな顔で。いや、ま、ねえ、見た目は出るかだろうですけどね。
そうだよね、これだよね、気になるセリフだ。おいおい、ベロニカも生きてる。ウルノーガも倒した王様も元に戻ってきた。ハッピーエンドちゃうんかい。こういう形でまたグレイが仲間加わりましたね。これでまあ全員揃ったという形ですよ。正式に仲間がね、全部で8人ですかな。 OK、 じゃあ今回のドラゴンクエスト実況はこれにて終わりにしたいと思います。物語はハッピーエンドかなと思ったらこれだ。どうやらまだ続きそうですね。てかここからなんかまたヤバくなりそうな雰囲気プンプンにしてますから、次回またこの続きから始めていく予定なんでね、楽しんで見てくださると嬉しいです。長い動画になりましたが、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、またおう。